イングランド初代ゼストウェルター級王者内村洋一郎。もう恐縮なんですけれども、ああ全ては出し切ってもう現役は悔いはないって感じですね、はい、毎回きつい相手だったんで気持ちは常に追い込んでたし、結構自分で自分のことを追い込む癖が結構あってメンタル結構ボロボロに後半の方はなってたんですけど、それでもいろんな人と戦えたんで良かったと思います、はい。自分が初めて格闘技を教わったとこであり、やっぱり そこでファンクラスの先輩方がずっと練習してたところじゃないですか。 PZW 東京でプロとしてデビューさせてもらったんで本当感謝します。ピザボーの時とかはもう新井健二さんとか北岡さんもそうですし、ビーズラボの先輩の志田さんとか富山さんとか大場さんもそうですし、ジャックさん、碇さんもそうですし、誰とかっていうかみんなだなって感じはしますね。デビューさせてもらったあの大会でもあるし、ファンクラスと同じぐらい思いは結構自分は感謝の思いはありますね、自分がやりたい方は打撃だなと思ってキックボクシングで、その全日本キックのライセンス受けに行ってみたいな、テストですか、受けに行ってっていう形でやらせてもらってましたね。確か総合の打撃とキックの打撃はちょっと違うよなっていうのは感じたり、まあでもそれにしてももう本当いい舞台をたくさん出させてもらえたので、あの K1 MAX に対しては時にはあの、まあ、本当にイングラムの加藤社長が手を差し伸べてくれて、それで出ることもできたんで、すごいいい経験はさせてもらってるなっていうのはあの感じてます。ナオキング選手は一回全日本キックでぶっ飛ばされてるんですよ。自分これ負けられないぞみたいな、あとちょうどその時に嫁が妊娠したのが分かって、こう負けたらもう格闘技終わりだなぐらいな感じでいたんで、気合い入った一戦だったのはすごい覚えてて、リベンジも成功できたんで良かったですね。いいスタート切れたなっていうのはありますね。昔からですけど見てて面白い選手って絶対に KO とかで勝つじゃないですか、一本 KO で、そこが一番大事だなっていうのは本当に思ってて、結果的に判定になっちゃうのはしょうがないと思うんですけど、3ラウンド流して勝ったとかっていうのは多分ファンの人は見たくはないと思いますよね。ファイターとしてやり遂げないといけないのかなっていうのは常に思ってました。
闘技は青春でした。悔いはないって感じですね、はい。今まで、自分の試合を見て応援してくれた方々、支えてくれた方々、本当に今までありがとうございました。今はイングラムっていう会社でレジスグローブとかを扱っている仕事をしてます。引き続き格闘技を盛り上げていこうと思ってますので、今後とも、よろしくお願いします。